さあまずは2号艇の坂口めぐるを前にしましてメンバーで揃ってまいりまして231456でしょうか。住之江シティナイターの豊中市政85周年記念競争、今回の4日間短期シリーズあっという間のファイナル、4日間のナンバーワン決戦の第12レース優勝戦。さあ優勝戦も波乱が起こるのか、231456の並びとなりそう。1分前、2号艇の坂口めぐる、さあここは陰線から住之江8回目の優出 V4 なるかとなってまいりました。そして3号艇の住谷健吾、4場所連続優出住之江初 V に挑戦。そして1号艇の藤山翔太、3コースから3場所連続 V の地元初 V なるかです。4号艇引っ張るでしょうか、秋元悟。アウト勢が動いていきますが、1号艇の藤山引っ張りました。さあこれで2、3スロー、ダッシュが1号艇、4号艇の秋元悟、2場所連続優出。そして5号艇の富永、住之江3度目の優出。そして6号艇の和田拓也、今回住之江2度目の優出。2、3スローのダッシュが1456。さあ今回の4日間を制するのは一体誰になるのか、ファイナルの優勝戦。2対4、インコースから2番3番1番4番5番6番、3秒2秒1秒、今スタートしていきました。コーススタートはインコースから2号艇、そしてダッシュ勢から1号艇、4号艇、出ていく藤山1マーク、3カードからまくっていきます。1号艇の藤山翔太、さあ角まくりが決まったか、内から鋭く4号艇の秋元、後ろから2号艇、5号艇、あと3番6番で、さあバックスレッチャー差し抜けたが、4号艇の秋元悟が上がってきて、さあファイナルも高配当になるのか。2番手1号艇、3番手2号艇、後ろで3号6固まっています。なおスタートは正常でした。第2ターンマークトップで回るのが4号艇の秋元悟、2番手ラス2号艇回って懐1号艇ですが、先頭に4号艇の秋元悟が住之江初 V へと向かって、2番手1号艇、3番手2号艇、レーサー2周目とあります。ファイナルの優勝戦もイン逃げならずで波乱が起こっていまして、先頭に4号艇の秋元悟が今年初 V、 住之江初 V へと向かっていまして、2番手1号艇、3番手2号艇、バックスレッチャーと入ってまいりましたが、上位が4号艇、1号艇、2号艇、後輩連発の最終日、最終競争、優勝戦も波乱が起こって4-1-2、後ろは大きく水が入っていって、6号艇、3号艇、接戦状態、最高峰に5号艇、上位3艇ばらけまして、第2ターンマーカートップで待って4号艇の秋元悟、2番手で1号艇の藤山翔太、3番手が2号艇の坂口めぐる、直線構成で戻ってまいりましたが、優勝戦は4-1-2で最終周回へと入ります。さあ4号艇の秋元悟が波乱の後輩と3連単満州の4-1-2、優勝4号艇秋元悟ゴールイン、1番ゴールイン、2番ゴールイン。